こんにちは、ゆるこです。こんにちは、はざまです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日の動画では今ソニー、α7R4 に、キヤノンの EOS R5 がここにあって、そしてニコンの Z6 の瞳 AA を比べようかなと思ってます。それだけです。ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。もし私のチャンネルを初めて見てる人だったらゆるこです。女カメラに関係する話、光の使い方などは下にチャンネル登録ボタンあるからぜひフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。サブチャンネルもあります。ちょっと短い動画とかなんかいろいろそこにアップしてるので、上のカードと下の概要欄に URL 入ってます。そして今日は、今からソニーで撮影します。その次はニコン、そしてキヤノンで、3本カメラ3台で撮影します。全く同じ環境、同じ照明、同じもう全部一緒、同じレンズ、3本ともレンズは 85mm をつけてます。ちょっと F 値が違うけど、ソニーの方が 85mm の F1.4、 ニコンが 85mm の F2、 違う、 F2.8、 キヤノンは 85mm の F2。 どれだけ人見えるか。最初はちょっと無難な環境で、なんかカメラに優しい、でも優しくないわ。ストロボ使うから、多分いろんな比較、見たことあるけど、だいたいなんか自然光で撮ることがなんか多かった気がします。自然光というか、普通にカメラから見たら認識できそうな環境でも、こっちはもう思いっきり逆光で、だからもうちょっとだけ多分カメラが困ると思います。では今からソニーで撮影します。 α7R4 にシグマの 85mm の F1.4。 ソニーだけ純正じゃない、すいません、純正よりこっちの方がいいと正直に思ってるんで、ソニーだけはもうそれでいきます。で、すごい認識は問題なくしてる。今のところは結構たまにちょっといじめたりします。こんな感じで早く動かしたりとかするけど、これは全然問題ないです。ちょっとアップいきます。最高、かっこいい。ちょっと離れます。今回ここまで離れたらちゃんといけるか。ちょっと顔認識になりました。ここまで来たら、もしね、この環境でストロボじゃなくて自然光でしたら、多分顔認識じゃなくて普通に瞳ウェーブでできる気がするけど、ここは瞳 AF を混ぜながら顔認識になったりします。ちょっと前ボケ入れようと思ってたけど、ここの前ボケが面白くなさすぎて諦めた。 OK、 これはちょっと無難な感じでソニーで全く問題なく撮影 OK です。設定は感度100F1.4、 3200分の1で撮影しています。そして今から、大体同じ露出出せるように、変えます。とりあえずニコンいきます。ただあマジか、ニコンだけが HDMI マイクロになってる。ミニか、ミニ、ニコンはミニ、キャノンとソニーは HDMI マイクロで、ニコンがミニなのでケーブルが違います。HDMI ケーブルで画面につなげるとき。 OK、 今ニコンに変えました。若干多分色の見た目が多分ちょっと違うと思います。なんでかというと、それぞれピクチャースタイルとかいろいろ作ってて、ニコンだけは作ってないです。なのでニコンの方が多分普通に出ると思います。で、大体同じ設定にしたいので、あれ、ピント、おい、来た、すみません、ちょっとニコン最初は無限のところちょっと近づいて、 OK、 カメラの方に、カメラに近づいて、 OK、 それぐらい。なんかニコンの方が一番最初ちょっと無限のところに行ってたので、なんかすぐピントはいかなかった。
とシャッタースピード3200から、まあ、これで大体同じ露出になりました。そう、ニコンのタイムラグがやっぱりちょっとまだあります。あの Z6 マーク2と Z6 マーク1、なんかマーク1よりちょっと速くなってるのかなと思ってしまうけど、やっぱりタイムラグがあるので少しテンポが悪くなります。あのなんかちょっとテンポが悪くなる。そこ気にしなければ、もしくはストロボじゃなくて自然光で撮ってたら多分気にならないと思うけど、あのシャッター切ってから映像が出るのにちょっと時間かかる。今ちょっと失いました。目が、あ、また来た。ここももう失ってます。完全に目を見つけても顔になってる。もしかしたらここまで来たら、この距離まで来たら、あの顔になっても目になってもこの F1.8 でどっちでも多分ピント合ってると思います。もうこの辺まで来たら、それでおそらくニコンがなんか結局顔になる可能性があるのかなと思いました。ここまで来ると瞳ではないです。顔認識になってます。ちょっとだけ露出変えます。まあ、特に撮影するときに不自由は感じないけど、あのソニーと比べたらやっぱりちょっと見て、このタイムラグなんか、まあ動かしたりすること特にないけど、でもたまにちょっと激しめな感じの撮影の時はあります。あの追いかけるのに少しだけ時間かかります。これはニコン Z6 で、ちょっと離れ、完全にさっきソニーぐらい離れてみると、もうここは本当に顔のみです。あと Z6 の、液晶がちょっとあの白飛びしてそうなところが、なんかもっと白飛びして出るみたいな感じに、今画面で見るとすごい綺麗だけど、あのちょっと液晶で見ると少しだけ気になります。確か Z7 は違ったかな、あのソニーだと α7-3 無印の方はそんな感じです。あの完全にたまに心配になるぐらい、わ白飛びしてるのかなと思う時もあるけど、ファイルには問題ないです。もう後でパソコンで見ると全く問題ないと思います。ソニーの R シリーズはそれはないです。あと何枚かだけ撮影して、ここは瞳 AF になりました。ちょっとまたいじめて、でももう一回、不自由があるわけではない。すごい、まあ撮れるのは撮れる。ちょっとタイムラグはやっぱり気になります。個人的に気にならない人も多分いると思う。皆さんの意見もぜひコメントで教えてください。あとね、あの新しいニコンのバッテリーグリップはすごいなんかいい感じ、すごい持ちやすい。ソニーのバッテリーグリップはあまり好きじゃない。キャノンのはすごい持ちやすいし、ニコンのもすごい今あのいい感じです。今借りてますね、あの私のじゃない、あの Z6 はたまに使うけど。でなんか面白いなと思ったのが、ドアを開けると電池1本だけ出せる。そのままカメラ消えないです。例えばタイムラプスかなんか長い動画撮ってる時に、30分のあれあるかもしれないけど、あの電池1本だけ出して変えてそのまま入れることができる。それ結構面白い。今ちょっと脱線しました。あと何枚かだけニコンで撮って、そしてそうすぐ目を見つけなかった。今すぐ顔も見つけなかったけど、2枚目からは見つけました。なので今のところはニコンはまあ問題なくは使えるけど、とりあえずソニーの勝ちです、あの今のところは。そしてニコンはとりあえずしまっといて、でキヤノンに変えます。キヤノンもソニーと同じく、キヤノンにはキヤノンの 85mmF2 の最近出たレンズ、これゲットした人いるかな、なんかそれもあまり在庫ない気がするけど、 OK、 今キヤノンで
多分さっき超広角で JF11 で撮ってたけど、とりあえず F2 にして、でハイスピードシンクロ、あのプロフォトをキャノンで使うときに、あのハイスピードシンクロを撮るときにわざわざボタンを押さないといけないです。ちょっと不便です。でとりあえず F2 なので、また2500ぐらいいこうかな。あ、最高。ちょっとカメラに近づいて OK。そう、ニコンはそこに入ってないけど、近いうちにキャノンとソニーの真っ暗なところの瞳エースの比較を出します。ちょっと衝撃的な結果でした。それまた別の動画で。あ、ここ目を失ったけど、あ、来た。ソニーもなんかたまにそれあります。ちょっとなんかカメラに分かりにくい向きになると目を失うことがありました。今、あ、これは全然問題ないです。キャノンはなんか、もうソニーより若干もしかしたら早い気がします。最近の EOS-R5 と EOS-R6 の方が。今のところ全く、ちょっといじめてみると、すっごい、あそこ目じゃないよ、それ花だよ。褒めたのに。はっきりとこんな感じで目が見えるとすごい綺麗に追いかけます。ただたまに騙されることはあります。それはソニーもあるけど、ちょっとアップで、一回離れます。ここまで離れるとキャノンはまだ瞳になってます。この逆光の中でもまだ瞳 AF。 ここでソニーはこの逆光でもう失ってました。なんか一番今のところはもう何でもしたらええねんって感じがする。キャノンはなんかキャノン、ちょっとしたソニー、ちょっとしたニコン的な感じ、まあ、どっちでも普通には撮れるのは撮れるけど、一個場所だけ変えてでバイバイします。ここにしゃがんで、もうちょっと後ろ、OK。すごいここにやばい前ボケがあります。ストロボどこに置くねんって感じやけど、なんとか浮きます。 OK。 あの B、 いや大丈夫です。小さくすれば倒れない。 B10 は倒れてほしくないです。どちらかというとこの前軽く B10 プラスが倒れて、ドーン修理に12万円。あ、ごめん、大丈夫。一番最初ソニー、もうキャノン設定しちゃってるからキャノンで行って、その後ニコンとソニー。めっちゃ大きな財産を持ってる。OK、 しゃがんで、あ、いい感じ、あ、めっちゃいい。こことりあえずキャノンはすごい前ボケ、もう多分カメラに嫌な感じ。キャノンを今見つけてるふりをしてるけど全然見つけてない。そこめちゃ、あ、見つけた。一回見つけたらその後は大体問題ないけど、これはキャノンの、85mmF2 で今撮影してます。
もうなんか自由だな、キヤノンはすごい。ちょっといじめたい、やっぱり。ここの前ボキヤは本当に激しい。わ、これでいけるのはやばいな。たまにすっごいやばい前ボケでキャノンもアホになるときあるけど、 OK。 これはキャノンは以上です。もう一回ニコンに戻ります。ニコンに戻ってその次ソニーに行きます。はい、ニコン Z6 マーク2です。そこ目じゃないよ、そこ目じゃない、そこ目じゃないあ、来た。まあ今のところは問題ないです。でも今からいじめます。まあ顔に変わったり目に変わったり、これは騙されてる。これは完全に前のところに行きました。行かない。前のところに行きました。ただニコンのレンズは、あのレンズ自体今触ってるけど、ここ今か、あの小指で触ってるけど、もし、あ、前ボケに行ってるなと思ったら、小指で今レンズ回すだけでちゃんと動きます。あのソニーは新しいレンズは動かないです。一眼用のレンズは動くけど、新しいレンズは残念ながら動かないです。それは多分もう繋がってないので。オッケー、今一番激しい前ボケ。あ、ここはいけてます。あ、大丈夫大丈夫、全然大丈夫。あー、ここはダメ。あーそっちじゃないけど、今から見せます。見せてあげる。小指で、小指でレンズを触って、ここだよって。でもまた見つけなかった。だからここやって、ここ、この前ボケはちょっと困ってます。一回この前ボケ、ダメだ。これソニーどう処理するんだろう、気になる。ちょっと一回普通のところに戻って、だから前ボケに行き過ぎだ。 OK。 ちょっと前ボケと困ってます。もしこれに何か、あの処理しやすいな、しやすい設定があれば、あのもっとニコン使っている人とか、ぜひコメントで教えてください。この前ボケなければ今全然問題なく普通にピント合ってるけど、さっきの前ボケはちょっとダメだった。多分ニコンでもっと撮ってたら、あのちょっとセミマニュアルモードにして、あの困ってる時にちょっとレンズを動かしたりして、あ、これでいった。今ファインダーで見た方がいいかもしれない。ニコ、あの葉っぱが本当に敵だな。ちょっとこっち来て。 OK。今ね、カメラ3台もなるべくいじめたいので、あの、まあ、あえて入れてる、そういう葉っぱ。もし普段撮影してる時に、多分なんかちょっと位置を変えたりとかもちろんするけど、今は限界どこまでいけるかは試したいです。ただあの葉っぱは本当に今日は Z6 の敵です。はい、いい感じ。OK、 激しめな環境でのニコンでした。そして最後に
Alpha 7R4。 OK、 この辺は問題ない。ここは前ボケ、ソニーの前ボケ個人的に弱いなと思います。いつも結構たまにすごい工夫したりします。一回見つけたら、あの前ボケがキヤノンが一番処理しやすかったな。ソニーも同じ前ボケに生かされ、いじめられてる。マジか。いや、あの前ボケはすごいカメラ困ってる。あ、来た。あ、そう、ソニーは前ボケが一番あ、そこは多分問題ない。あそこは全然 OK です。ここは最高だけど、さっきの前ボケは本当にカメラを泣かせてる感じ。あ、また前ボケに一回来ちゃったらちょっとうざいってなる。なんでそこじゃないだろう。 α7R4 ソニー様、おーい、あと何枚か。いや、あれはやっぱり、でもめっちゃかっこいい。 OK、 ちょっとだけ一瞬もう気になった、あの前ボケキャノンちゃんといけてた？なんかちょっと忘れたんで、最後に一回ちょっとだけキャノンに変えて、あのバイバイします。キャノンで気にならなかったけど、なんだろう。よし、あの激しい前ボケが全然大丈夫。マジか。あ、大丈夫じゃないわ。あ、でもこっちはダメだった。あ、そう、ピント合ってるふりをしてたな、キャノン。あ、でもここはあった。あ、なんや、ストロボの電池がなくなった。プロフォトの電池なくなって一回つけたら多分あと5枚ぐらい撮れます。いらないコツ、その5枚取って終わります。そう、やっぱりあの前ボケはカメラを泣かせてる感じです。あ、ここはいけた。最高最高、めっちゃいい感じ。オッケー、とりあえずちょうど電池なくなったしこれで終わりたいと思います。皆さんがもうライブでこの、これを見てどう思っているか、どっちの方が一番いいか、ぜひコメント欄で教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。ぜひ皆さん あのランキング1ニコン、2ソニー、3キャノン、4ペンタックスとか、なんかあのコメントで教えてください。皆さんの意見もちょっと逆にめっちゃ気になります。個人的にちょっと最後の逆光キャノンだったかな、若干キャノンの方が、まあ、上だった気がします。まあ、ちゃんと気をつけて撮れたら多分どっちでもすごいもう進化してきてるから、どっちでも問題なく撮れるのは撮れるけど、ちょっとやっぱり差が出ます。もしこの動画に、まあ、1000人ぐらいいいねくれたら、まあ、コメントで教えてくれたら、あの今撮影した写真のローファイルをあの現像する動画でも作るかもしれません。ぜひコメント欄に入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。 OK、 めっちゃ熱いストロボが。この動画最後まで見てくれてありがとうございます。今日はちょっと、まあ、前ボケいじりながらめっちゃ逆光とかで撮影して、それぞれの3メーカーの人見えるかどうなってるかの動画でした。サブチャンネル上のカードと下の概要欄によろしくです。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、イルコでした。お疲れ様でした。ありがとうございました。